皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の33日目です。では問題を見ていきましょう。カッコ1、次の計算をしましょう。丸1、15-6×-3、引き算と掛け算の場合、掛け算を先に計算しましたね。ですから15-6×-3はマイナス18ですから、15-18になります。ここの引き算の部分足し算に直します。そうすると足すになると、括弧の中の符号が逆になって、15+18、こうなりますね。ですから答えはプラスの33。ここではプラスの符号を省いておきます。33が答えです。もちろんプラス33でも構いませんね。丸2、2×3-4、掛け算が先ですね。と2×3=6、こうなります。そしてここの引き算を足し算に直すと、このマイナス4の符号がプラスに変わって、6+4、こうなります。ですから答えは10、こうですね。では括弧2に行きましょう。 ABC の3人の体重を A を基準に、 A より重い時は正の数、軽い時は負の数で表しました。 B の体重が 51kg の時、 A と C の体重を求めましょう、こうなっています。ここに ABC が表になっています。 A が基準で、基準を0とすると B はプラス3、C はマイナス2になっていますね。 B のプラス3というのは A より3kg 重い、C のマイナス2は A より 2kg 軽いということを表しています。この B の体重が 51kg ということですね。 B は A より 3kg 重いので、 A の体重は B より 3kg 軽いことになりますから、 A の体重は 51-3で48なので、 A は 48kg と、こうなります。で次に C はマイナス2、 A より 2kg 軽いので、48から2を引いて46、こうなるので C の体重は 46kg、 こう出てきます。カッコ3、-4.5 より大きい整数で最小のものを求めましょう、と、こういう問題ですね。ではここでは、数直線を使って説明していきます。数直線があって、原点0だとすると、-1、-2、-3、-4、-5と、こうなりますね。これが負の整数ですね。正の整数は0からプラス1、プラス2といくわけですけれどね。それマイナス4.5 のところ、印をつけてみると、-4 とマイナス5の間で、ここの部分ですね。ここがマイナス4.5の部分です。このマイナス4.5より大きいということは、こちら右側にある整数で、一番小さいものというのは、一番左側にあるものということですね。一番左側にある整数は、このマイナス4ですから、このマイナス4.5 より大きい整数で最小のものは、マイナス4。これが答えになりますね。では、括弧4番です。次の計算をしましょう、と、こうなっています。丸1番、マイナス3。括弧の2乗引く2の3乗です。マイナス3の括弧の外側に2乗ということは、マイナス3×マイナス3ということですよね。マイナス3×マイナス3、
く2の3乗というのは2だけを3回かけるので2かける2かける2こうなりますね。これはサザンが9引く2かける2かける2の8ですから8、答えは1とこのようになります。丸2番、16割るかっこマイナス4かっこの外に2乗、こうなっています。16割るこのマイナス4かっこの外側の2乗というのはマイナス4かけるマイナス4ですよね、かけるマイナス4と、ここでは累乗を先に計算するのでここも省いちゃってマイナス4かけるマイナス4プラスの数になって四四16になりますよね。ですから16割る16ということで答えは1、これが、答えです。ここでちょっと注意しておくのはこの割り算と累乗があった場合ですね、割り算の中に累乗があった場合累乗の方を先に計算するというこの順番もここで、覚えておいてください。では5番に行きます。次の除法、除法というのは割り算ですね、割り算を逆数を使って除法掛け算に直して計算しましょうとこういう問題です。丸1番、20割るかっこマイナス5と、ね、割り算を掛け算に直すとここの部分、ね、割る数が逆数になりました。20かけるマイナス、マイナス5の逆数は5分の1ですよね、マイナス5分の1とこうなります。ここで約分できるので約分をするとこのようになって 4×-1 なのでマイナス4、これが答えです。丸2番、マイナス2分の1割るマイナス6分の5、マイナス2分の1かけるこちらの部分逆数にするとマイナス、分母と分子を反対にして5分の6こうなりますね。ここで約分できるところを約分します。こうなりました。これ負の数同士の掛け算なので答えは正の数になりますから5分の3またはプラスをつけてもいいですね、5分の3またはプラス5分の3、これが答えということです。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。